small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my... こんにちは、サラです。みんな元気してますか？今午後の1時前くらいなんだけど、あと20分くらいでお家を出て成田空港に向かいます。一人でね、アメリカ行って帰るのは完全に一人は今年2回目なんだけど、多分全部大丈夫だと思うんだけど、何かあったらどうしようっていう恐怖がまたずっとあります。昨日はあんまり寝れませんでした。でも避けては通れない飛行機なので頑張って行ってこようと思います。今回の旅もね、撮影できた時は撮影してまたまとめてみんなにお届けできたらなと思います。お洋服はこんな感じです。黒ずくめですね。前回の反省を生かして、前回寒かったんですよ、飛行機が。前はね、半袖 T シャツにこのパーカーと、あともうちょっと薄手のズボンを履いていったんですね。そしたら飛行機の中寒くて寒くて、今回はもうバッチリ対策しました。長袖だし、パーカーもあるし、でこのズボンの生地がね、めちゃくちゃ分厚いんですよ。今も暑いくらい、多分空港に着くまでは結構暑いんだけど、飛行機の中快適に過ごしたいので、できるだけこれプラス、さらにさらに私は自分のブランケットも持っていきます。さすがにもう万全だと思います、寒さ対策は。はい、なんとかなんとかなんとか耐え抜こうと思います。はい、そんなこんなで成田空港に着きました。ほんとね、飛行機に乗るまでは何かあって乗れないんじゃないかとか不安でいっぱいでした。いつもね、だいたい搭乗時刻より3時間前には着くようにしてるんだけど、この日も結構余裕を持って空港に到着しました。もうね、空港で仕事する気バリバリで全部準備持ってきたので、お仕事します。時刻の少し前になりました。ゲートの近くに行って、はい、いよいよ搭乗です。ちゃんと飛行機に乗れることが分かったので、この時点でだいぶほとんどの不安は消えました。前回はね、首が痛くなっちゃったから、ちゃんといい枕を買ってスクリーンを見ながら飛行機が飛び立つのを待ちます。飛行機が飛ぶ瞬間いつも大好きで、ずっと窓の外眺めてます。機内で見れるムービーがね、ハリーポッターも多分全部入ってて、なんとトワイライトも入ってました。最初の機内食は飛行機に乗ってから 1、2時間後くらいに届きました。カレーとパンとサラダ類です。お野菜が取れるのが嬉しいですね。最初につけたムービーがトップガンを見たんだけど、最後の方でね、眠くなっちゃって寝ました。2回目の機内食が届きました。フルーツと焼きそばみたいなヌードルでした。その後もう何回かうとうとして眠ることができたんだけど、映画を見ながら映画をつけたまま寝るっていうのが私のルーティンになりました。アメリカのテキサスに到着。疲れた。テキサスに来ております。で、彼のアパートメントに泊まってます。はい、こんな感じ。どんな部署かちらっとお見せします。おはよう。お部屋を出るとこんな感じの廊下があります。この中がね、洗濯機と乾燥機が入っています。
アメリカは2つ別々で置いてありますね。続いてキッチンです。このお家は4人でルームシェアをしていて、キッチンとリビングスペースは共用です。キッチンはまあまあ、まあまあですね。うちの彼は結構綺麗にしてるらしいんだけど、他にいる人たちは、まあ、こんな感じらしいです。共用のリビングスペースはこんな感じ。ソファーとテーブルと、あとなぜか靴が一足。このスペースには飲みかけのお酒が積み上がっております。一応ベランダがあるらしいんだけど、どんな感じなんでしょう。出てみましょう。完全に物置ですね。テキサスのお天気はこんな感じです。キッチンの向かいにはこんなホワイトボードがありました。みんなは使ってないらしいんだけど、4人のうち2人がなんか書いてるみたいですね。ちなみにこちらは私のお昼ご飯、落っことしちゃったけど、はい、お昼ご飯です。めっちゃゴミ袋が溜まってる。あの中はゴミなのか何なのか結局わかりませんでした。この日は面白いお店に行きました。ここは何屋さんでしょうか。なんとラーメン屋さん、田中ラーメンっていう名前らしいです。創業者さん田中さんなんですかね。雰囲気が日本でよくあるラーメン屋さんっていう感じじゃなくて、もうちょっとラクチュアリーな雰囲気でした。$15 for all the ramen. That's twice what you pay in Japan. I didn't know they didn't have these the last time actually. Oh yeah? It's a new menu? New menu item. This is also usually molten hot. Hot? Okay. ルネサンスフェスティバルっていうテキサスの有名なお祭りに向かいました。すごく混むらしいから朝早く8時くらいには家を出て、開演の9時のちょっと前には到着してました。このお祭りは中世ヨーロッパをテーマにした、とてもとても
大きな有名なお祭りなんだけど、見ての通りみんな仮装して来ております。パッと見た感じ半分くらいの人が何かしらの衣装を着ていましたね。この日はフェリーウィークだったかな、妖精さんがテーマの日だったので、スタッフの皆さんは妖精のキングや姫の格好かなをしてました。This is what I came for. Oh. これ見覚えある人いる？ファノーケーキです。前のアメリカ旅の時も食べたんだけど、また食べちゃいました。さて、せっかくなので私たちも衣装を着ることにしました。これはパークの中にある衣装屋さんで、良さそうなちょっとシンプルなお店を探しました。私がね、緑色が好きだから最初これに目をつけたんだけど、やっぱり赤の方が着てる人が少なくって珍しいかなと思ってこっちを着ました。売っているところです。うちの彼がね、ここに来る前からこのマグを何か一つ買うって決めていたみたいなので、慎重に選んでました。こんな感じでテキサスでの日常をお届けしました。楽しんで見てもらっていたら嬉しいです。またブログいくつか上げていくので、よかったら見に来てください。